進んじゃ。なんて、なんて。進んじゃいます。あ、進んじゃ。韓国語かなんかかと思った。進んじゃ。朝早い。はい、めっちゃ早い。7時40分やけど、今回の企画ですけど、はい、やっぱ佐田有沙といえば美しいだけじゃなくて、何やら海岸も美しくしてるという無理やりだよ無理やりめっちゃ無理やりだよ。定期的に富山湾の清掃をしてるわけですよね、はいうんはい、それ今回開催してるのがワイニャコさん、うちの猫2ヶ月に1回ぐらいかな。だからこの YouTube では定期的にゴミ清掃の動画が上がります。はい、いやもうね、海開きも近いですしね。今回は佐田さんがひたすらゴミを拾っている動画記念しちゃうよ。全員で80人ぐらい来るって言っとった。すごい、ゴミ取り合いになっちゃいますね争いが生まれるよね。さすがですね、富山の遊び場さんは。バイニャコさんじゃないのみんなで参加するから、本当に地域貢献もしていると。素晴らしいですね、富山の遊び場さん。富山の遊び場別にしてないみたいな富山といえば海がやっぱメインですから、海をきれいにしないと。はい、行きましょう。行きましょう。天気がいい。暑そう。立山連峰が恐竜みたいですね富山県に住む小学生はみんな思ったことあるはずですね。大きい怪物の背中みたいに見えます ね。そうですね、寝そべってるみたい。海水浴風にしてるいい感じです。後ろにサンタ君連れてます。はい、皆さんメンバーお待ちください。受付しましたのでゴミ袋もらいました。バイニャコさん。はい、どうも。皆さん海岸清掃、今日も第何回目かわからないけど、滑川市海岸清掃に来てくれてありがとうございます。何人いるんですか今日ね。80人超えてきたね。たくさんの方がね来てくださったよ。感謝感謝。海きれいにして遊ぼう、海で。さすがにね5ヶ月ぐらい放置してたらね、だいぶ汚い。あ、本当ですか。やっぱ定期的に掃除しないとダメやね。よっしゃ、行ってきます。行ってらっしゃい。すごい、人いっぱいね。あ、海がきれい。流木集まってるとこの隙間にある。あ、なるほどね。あ、こういうプラスチック系、蓋じゃないわ、開け口、開け口でした、はい、見てください。はい、ブヨブヨのルアー。ルアーやん、ホタルイカルアーや。ブルブル針金、針金、ね、足元にもあります。どれ、ごめんなさい、さくらさんさ、こっちの手だけさつける。紐。トマトは果たしてゴミなのかい。野菜流れ作って平和だね平和だね。確かにパピコですね。パピコや、パピコの下、タバコですね。わぁ、なにそれ。あ、スポンジ、スポンジボード。おはよう。あ、おはようございます。こういう時はほんまに胸いっぱい強調する。チチ、チチだT シャツを見せてる、チチを見せてるんじゃないが。車いっぱいです。そうそう、だいぶすごいね。大盛況、大盛況っていうのかな、これって。こういうアメリカの海岸綺麗だよ。綺麗綺麗。これは多分頻繁にバイニャコさんたちが清掃してるおかげかな。綺麗ですよ ね。あ、いやいや、病気譲り合う。不意にね、針金とか出てきますもんね。あ、金属危ないよね。うん、石っぽいでしょ。プラスチックかと思ったら発泡スチロール。あー、やっぱそうですよね。インクロックファイツじゃないけど、朝顔とかこうぐるぐるするやつ。もじゃもじゃ出た、はい、ミニ鬼殺し。鬼殺し、だいたいこれ落ちてる私これ見たの初めてねえ、うん、めっちゃ飲む人やん。ちょっと、ちょっとゴミ拾いもせんと何遊んどるん。広報ですから。広報ですから。あげてみる。これだね、噂の富山の遊び場新兵器、ドローンでございます。すごいゴミの量。意外とあるよね。これ金子さんこんだけっす。多い金子さんちょっと舐めとる。舐める。一生懸命探した、ね、多くの参加者が。どうやって舐める川のね、海がだいぶ綺麗になったと思います。本当にありがとうございます。来月も舐める川市の今度漁港の方で海岸清掃やろうと思ってるんで、よろしくお願いいたします。本当に今日はね、朝早くからこの暑い中ね、海岸清掃してくださいまして本当にありがとうございました。
みんなと一緒にこうやって海岸清掃できて本当に良かったです。ありがとうございます。海って子供も遊ぶとこだから、ガラスとかその危ないものが本当になくなればいいなと思うし、今問題になってるプラスチックゴミもっともっと減らしていけたらいいなって思いました。定期的にね続けていけたらね、どんどん綺麗になりますからね。はい、この動画がいいねって思った方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。バイバーイ。